ブラッド・テンプルは重戦機エルガイムに登場しなかったヘビーメタル。ポセイダル軍のオリジナルヘビーメタルであり、設定のみ存在する幻の機体である。ブラッド・テンプルの開発。ポセイダル軍の親衛隊、テンプルナイツが使用したオリジナルヘビーメタル。本作に登場するヘビーメタルのより詳しい詳細に関しては、別動画のヘビーメタル完全解説マニュアルをご覧ください。ガストガル星の指導者であったポセイダルが、ペンタゴナワールドの統一を掲げ立ち上がった際の、セントウォーで活躍した機体。永久ヘビーメタルのようなレプリカ品とは違い、30機しか存在していなかったという、大変貴重なオリジナルヘビーメタルである。ヤーマン製のヘビーメタル、ガイラム、ポセイダル軍のプディン王者と並んで、ペンタゴナ三大ヘビーメタルと呼ばれるほどの機体。後のテンプルシリーズを開発するため、実戦投入されたのは24機ほどと言われている。劇中にはアシュラテンプル、カルバリーテンプルが登場するが、これらはすべてオリジナルのレプリカ品。なお、ヌーベルディザードも、別名、クルツテンプルと呼ばれるが、本機との関連性は不明である。ムーバルフレームはラージサイズを使用しており、高出力かつ高機動を誇り、まだ実用段階であったフロッサーシステムにより飛行も可能。装備は右手にパワーランチャーバーストを持ち、左手にはサーカスバインダーを備える。最大の武器はフレームランチャーと呼ばれる火炎放射器とバスターランチャー。なお、頭部は各ヘッドライナーの好みで改造されており、シンボライズ型有機コンピューターであるファティマの性能も各ヘッドライナーが使う機体で異なるとのこと。ラフガでの頭頂部に立っているのはテンプルナイツの人間とのことであるが、まさかこの状態で操縦するのではないとは思われる。ブラッド・テンプルの武装。セイバー。ペンタゴナワールドのほぼすべてのヘビーメタルが装備しているレーザー式の後剣。パワーランチャーバースト。ヘビーメタルが装備している標準的なレーザー式の遠距離兵器。本機のパワーランチャーは、パワーランチャーバーストと呼ばれるもので、標準的なパワーランチャーよりも高威力だと思われる。フレームランチャー。本機の全長よりも長い最大の兵器。1万2000度を超える炎を放つ火炎放射器で、ヘビーメタルを瞬時に焼き払うという、凄まじい威力を持つ。バスターランチャー。エネルギーを物質化寸前まで圧縮して打ち出す、ペンタゴナワールド最強の火器。空間が歪むほどの威力を持ち、20から30体のヘビーメタルを一気に葬り去ることができるほど。ヘビーメタルのジェネレーターに対し、極限まで負担をかけることから連射はほぼ不可能だが、本機は優秀なファティマを搭載しているため、ある程度の連射は可能である。ブラッド・テンプルのスペック。所属、ポセイダル軍、開発、ポセイダル軍、生産形態、少数量産機、全高 23.1m、重量 32.7トン、分類、オリジナルヘビーメタル、動力源、太陽エネルギー、装甲材質、ジーンプラ、ムーバルフレーム、ラージサイズ、主な搭乗者、オルドナ・ポセイダル、テンプルナイツなど。ブラッド・テンプルの活躍。最初の案では、最終回に登場するはずであったオリジナルヘビーメタル。なお、このブラッド・テンプルは、20体ほど登場する予定であったらしい。ペンタゴナワールドでも最強のヘビーメタルとして名を馳せ、本機の活躍は、ポセイダル軍を勝利へと導いた機体である。ファーストセントウォーではその圧倒的な力の前に、ミズン製のヤーマン王朝を除くほとんどの惑星は、ポセイダル軍に攻略された。ただし、防御力に特化したヤーマン族のオリジナルヘビーメタルである、ガイラムを打ち破ることだけはできなかったという。その後は、ブラッド・テンプルも戦乱によってほとんどが失われ、ペンタゴナワールド統一後は姿を消した。
残された機体はオルドナポセイダルが管理しており、ポセイダル専用艦のエイブ内に数機残されているとの情報も存在している。ちなみに本機は、劇中では名前や姿は全く登場していないが、エルガイムマーク2の頭部にブラッドテンプル3号機の頭部が流用されていたり、王子の右腕のバインダーがブラッドテンプルのフレームランチャーのアタッチメントだったりと、設定としては登場している。本機の存在が明らかになったのは、角川書店のザ・テレビジョンの別冊重戦機エルガイム1のイラストであった。後に本機のデザインは長野守氏の作品ファイブスター物語に登場するレッドミラージュに流用されている。その中にブラッドテンプルという名前の機体も登場するが、性能はごく普通であり、デザインもエルガイムのブラッドテンプルとは別物である。またゲーム第4次スーパーロボット大戦には真のポセイダルであるアマンダラカマンダラの登場機として初登場。まさに最強のボスユニットとして君臨した。本機以外にも設定のみ存在する機体としてエドラスという機体もある。一見艦船もしくは武装の一つに見えるが、れっきとしたヘビーメタル。機体後部には集積ソーラボードを備え、これ1枚でソーラパネルの100倍の電力を生み出すことができ、その大出力から高速飛行も可能。さらには一発で星を撃ち抜くことができる桁外れのエネルギーを持ったドラフターロックと呼ばれる恐るべき武装を持つ。本機もブラッドテンプルと同様に全体戦での遺物であり、ポセイダルが修復したもので、全世界29機しか存在しなかったという。設定だけを見ればブラッドテンプルを超える、まさに恐るべきヘビーメタルと言える。また劇中ではフルフラットの思い出の中でゴンドラというヘビーメタルも一瞬登場するが、各資料集でも名称以外の詳細は不明である。できることならブラッドテンプルやエドラスが活躍する姿を劇中で見てみたかったものの、この2機がポセイダル軍の手元にあれば、もしかすると反乱軍が敗北していたことも考えられるのかもしれないほどの超絶兵器であったと言えるだろう。以上がヘビーメタルブラッドテンプルの詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。